はい、お疲れ様です。こんにちは、はい、こんにちは。ちょっとじゃあ一回米ビューをつけますので少々お待ちください。はい、あ、ゼップさん、ゼップ最近毎日見てんのよ、ね、この間も。そうゼップ、なんかゼップのおかげかわかんないんだけど外人がめっちゃ増えたんだわ。占領されてそう。あのサインの T シャツ、あーね、あ、申し訳なくて私書いてって言われたから書いたけど、はいはいはい、超強い人だけがいっぱいなのに私ドサクサに。いやだってドサクサに紛れてしんちゃんも書いてましたよ。あの JD の上に書いてました。そうなんです。ちょっと待っててください。JD と似てるからかな。ジップ元気かな。お疲れ様です。薄れてわかんないけど右竹くん、はい、竹くんです。薄れてんのかな。ちょっと待ってね。竹くん、竹アミーゴの東進戦。はい。で剣王に上がったのかさっき。あ、上がってる。上がってます。本当だ本当だ。結構長い時間やってたんだけど、上がってんだよね。画質はマックスかな、これが。うん、これがマックスですね。ちょっとなんか光がかかってんのかな、なんかもやっとしてる。日の様こんばんはです。日の様ってどうして様付けなんだろうか。もやってますよね。もやもやですよ。わっこ、ありがとうございます。わっこわっこ、もやもやを今あののびさんが頑張って直してくれてるので、これゼロに全部してちょっと待ってね。直ってないっすね、はい、うん、なんかもや、あ、これか、あ、それじゃ、それがもやってたね。腹全部マイナスにしてこれが一番暗さの最大なんですけど、これでメリハリが出たかなと。どうでしょうか、タケ君がはっきり見えますか。なんでだろう、これ、ね、何なんだこのモヤモヤ。こんなでしたっけ。こっちで調整してみます。あんま変わんない、ごめんな。なんだろうか。あー、ゼップ元気です。はい、これで限界です。3点、はい、すいません、ちょっとこんな感じで、はい、やっていきましょう。で本日ランキングバトル、最終日1月ですね、はい、これに優勝したら、3月の組手に一緒に行くっていう風になります。で、はい、もし今回勝ったら3月、じゃあ2月の次ランバトで勝った人は何月になるのっていう話なんですけど、はい、それって全部1ヶ月繰り越しで今後やっていくって形になるんですかね。そうなんですかね、検討中で。検討中で、検討中で、はい、そうなんですよ。リアルな話をするとですね、はい、我々会社員はですね、はい、3月に一旦期が終わり、そうなんですよ、ね、4月から、ね、新しい部署に移動する人なんかもおりましてですね、はい、部長日野夏子もですね、どこで何してるかわからないわけですよ。本当にリアルな話、4月ワンチャンスここに座ってんのがノッピーの可能性もありますよね、はい、ないっていうのも本当にそのね、人事異動的なものがまだ決まってないので、なのでですね、はい、ちょっと世知辛い話ですが、ちょっとまだ2月の、ね、はい、ランバトだったり次の予定がわかんないんですけども、はい、とりあえず今日頑張って優勝した人は3月ですよね。のびさんと私と組手のためですので、はい、とりあえずもうだからもしかするとその3月の最後の組手で俺と日野さんのそのどっかの組手っていう可能性もあるんですもんね。ありえますよ、はい、私たちコンビが解散する可能性もだからもう毎回毎回こういう放送を気合い入れてやって
っていきましょう。そうです、ね、何が最後になるか、はい、別れになるか本当にそうですよね。ありえますよね。あの坂東大先生の時とかもびっくりしましたもん。去年のことですか、はい、急にね。そうなんですよ。で僕自身もこの先ばんちゃんいなくて何も知らねえ状況で何すりゃいいんだって2代目なんて言われてね、ドヤ顔してお前なら大丈夫って言われたけど全然大丈夫じゃなかった。お前適当に投げただけだろうみたいななんかいいこと言ったみたいになってるけど、はい、そうなんですよね。そうなんですよ、はい、だからねもう本当皆さん、一回一回今後生放送はどうなるかわからないので、はいはいね、気合い入れてやってきますので、はい、皆さんもよろしくお願いします。大切にしていきましょう。はい、で本日は、あ、そうそう、1位がね、はい、今現在1位たけくん、2位が、大消し岡ちゃん、はい、3位がバクシーで、4位がアミーゴっていう形になってるんですが、あの今日はバクシーと岡ちゃんが風邪で欠席っていう、あれ風邪、はい、情報を得ました。風邪ひいちゃったんだ。そうなんですよ。あら、まあ、で情報 が得たので、今のところ繰り上げで、アミーゴさんかな。アミーゴ、あ、誰だっけ、その下しんちゃんと誰かが3位4位とかそんな感じになってるんですよ。結構入ってたかもしれない、はい、だからね今日、3位未満だから今多分10人ぐらい、はい、同率がかなり多いんですよ。同率6位7位ぐらいが、だからその人たちが優勝した一発で2位3位に繰り上がれるんで、あのプレーオフからね、はい、勝ち上がる可能性がありますね。今日はマジで大チャンスだと思います。覗いてる子がいると思いますよ。ということで、はい、まあ、準備が整い次第ね、あのお送りしていきたいと思います。はい、現在は、アミーゴ VS タケ君の試合、これはね毎回マジで超長期戦の末タケ君が勝ってるんですが、そう、でもなんか今もちょっとそんな流れですよね。あ、そうなんですか。でも、はいはいはい、アミーゴさんの聴覚がずっと光ってたのに、そう気づいたらタケが、はいはい、そうそう、いつもで、うん、今回もあのアミーゴ先生は対策をめちゃくちゃしてきたみたいなんで、うん、なるほど、はい、うん、どうなるかっていうのを、時間いっぱいまで見ていきましょう。はいはいはい。でそんな間にですね、ランバトの準備をする間にですね、はい、皆さんお待ちかねのまたはいの告知をしていきたいと思いますよ、はい、ということで、まあ、もうエントリーリストなんかも出てるのでみんなもう舐めるように見てると思うんです、はい、でですね、あの人たちが来るっていうのも言っていいんですか、はいはい、あ、そこはまだ内密にしときましょうか。そうですね、まあ、メンツはちょっと別途ご連絡があるそうなんですけど、はい、あの人たちが、ね、マスターカップからのあの人たちが、少し人を変更して、はい、来る可能性が非常に高いです。あのお方たち、はい、まだ一応ねちょいちょいは知ってるんですけど確定ではないん で、ね、まだ言えないんですが、あのね、あのお方、はい、お気づきの人たちもいると思うんですけど、またあの人たちが来てくれると思います。また日本で会える、はい、あのっていう風に言っちゃったらもうバレますよ、まあ、日本で、はい、言っちゃった、はい、ということで、ね、そうなんですよ、すごい楽しみにしててください。はいはいはい、まあ、あの詳しくはね、あのマスターカップオフィシャルや、はい、あのマタドル大先生や、はい、あのまさかり兄さんのツイッターがから発表されるんじゃないかと思いますけれど、お願いします。今日はまた概要をお伝えしたいと思います。はい、まあ、もう皆さんご存知のマタハイの開催日は3月22日です。でマタハイの最初に募集したエントリーが、はい、あの見事すべて埋まったということで、なんか2週間ぐらいかかってないぐらいですよね。いや、あっという間でしたよね。1週間ちょっとで埋まりましたね。なんかあのね、影丸さんはスタンバってたから、はい、早々にエントリーしてましたけど、 ね、うちなんかノロノロしてたのでちょっと焦りましたけども結構かかっちゃったんですか。はい、そうなんですけどもね、まあ、ちょっと惜しく漏れた方もかもいたと思うんですけども、はい、その後アチョーさんね、あのゲームセンターのアチョーさんのご好意で一発勝負の予備予選も28部の募集に対して、はい、残りエントリーが一枠だけあるらしいですよ。さっき残り2チームだったけど残り1枠、あと1枠、皆さん見てる皆さんまだ間に合います。ちょっと二窓にして今すぐエントリーしてくださいよ、はい、お願いします。ということで、まあ、予備予選というものがね急遽出ましたので、はい、細かいルールなんかはマスターカップのオフィシャルのホームページでチェックをしてください、はい、ということで、まあ、あの国というか、そうですね、言っちゃってるけど、はい、国外のプレイヤーたちも、参加する予定なので、はいはい、もしかすると、まだまだ挑戦段階なんですが、イベント的なものもね本当にできたらいいなってぐらいなんですよ、はい、考えてることは、ね、はい、お楽しみにしてくださいと。でさらにですね、当日の様子はアチョーのユーストリームのアカウントより生放送するけれども、はい、配信代は1台のみ、1台のみということですので、はい、あのみんながみんなねこう期待するものをすべて配信できるわけではないから、やいや言うなら当日会場に来いと。その通りなんです実際の話
はい、その通りなんです。昔ってどんな大会とかでも生放送とかってほとんどなくて、だからもう直接大会の空気味わって本気で強くなりたいっていうのも僕もそうだったんで、皆さんねぜひ、画面から出なく現地で本当に熱い試合を見てください。熱気を味わいましょうと、はい、でさらにですね、さらにご好意でですね、一応録画台というものを4台用意しているそうですが、はい、その分に関しては後日アップの予定がございますと、はい、ただ全部が7台新聞のうちの4台なので、またこれもですね、全てが全てご期待に超えるわけではないということで、うん、まあ見たい人は、まあ、やいやい言うなら当日会場に、はい、現地はね、阿長です、京都の阿長っていうゲームセンターです。京都のなんかアーケードの商店街のとこにあるやつです、ね、はい、かなり、箱自体はすごい広いんですよ、はいはい、地下が。ただすごい人数が密集しているんで、当日来る方、お泊まりする方は今のうちに予約をすべて取っておくと便利です。僕たちは夜行バスで直接当日行って、で会場の中で横になりながら対戦見てたりとか、そんな感じだったんで、寝飯のポーズでね、はい、ということで、そうそう現地で、そうそう、うん、俺現地でやいや言うわ、そう、それならもう文句ないです、京都でやいや言いましょうと、はい、そしてですね、主催のマタドールさんからのお願いです。ゴミを捨てないでくださいと、はい、でむしろ1人1個持って帰るぐらいの気持ちで、今回ね、場所を提供してくださっているアチョーさんに迷惑をかけたくないので、お願いします、格言みたいのいただいてますけど、はい、いつまでもあると思うな親と大会ということで、ガチな話、どうしても巣鴨とかでもやっぱり大会やった後ってゴミが散らかってるんですよ、まあ、確かにね、でゲーマー自体ってそもそもそういう風な飲んだら飲みっぱなしとか灰皿とか置きっぱなしとかっていうのはよくあるんですよ、だからどんなゲームでもあるんで、鉄拳だけはじゃあ逆にかなりマナーがいいゲームのやってるプレイヤーだなっていうのをこの時も見せてあげましょう、ね、一つもゴミがない大会なんてまだ多分ないと思うんですよ、どこでも、ね、ちょっと伝説ですよね、伝説になんで、はい、またね次もこの大会したいな、鉄拳の大会したいなってね、はい、思ってもらえるように、そうそうそう、お願いします、使っていきましょうということですよ、はい、そっとガムのゴミとかをちょっとペチョとかつけといていいですか、ね、誰か拾うかなみたいな何わざと汚してるの、はい、ね、できる限り、はい、自分で出したゴミは必ず片付けましょう、はい、もし大会参加する方はよろしくお願いします、もう一つ汚さずにと、はい、そしてもう一つですよ、キャラ選択の時間短縮やキャラの選択間違いミスなんかをね、防ぐためにタッグのプリセットの登録の協力をお願いします。わかりました、まあ、これもやってる人多いとは思うんですけども、はい、僕やってないんですよ、嘘嘘嘘嘘、俺は大会の時って心構えでまずドラグノフ選んで、はい、で相手キャラが選ぶまでいろいろもう考えてるんです、はい、頭の中で、で相手キャラ選んでから次第出禁ということですので、はい、こういうのは声を掛け合って主催の人以外にもね、なんか怪しい人がいたら注意をしましょう、よろしくお願いします、そうですね、はい、そういうことですよ、ということで、まあランバトもちょうど始まるというところで、はい、ではやっていきましょう、はい、まず1回戦目、今日はシングルの戦いの西ロヤと西ロヤ18かな、18名参加、ね、で1回戦メイさん対エディクリ使いのプレイヤー、まあ、遠征で来てくれたプレイヤーですね、おらおら、いらっしゃいまして、あ、プロも行けたら行けます、ヒノピーに会いたい、じゃあ試合を見ていきましょう、待ってるよ待ってるよ、ショートアニメーション行くの本日ね、タケ君、アミーゴさん、あとヤンパン、メイスさん、あと奥にもラティンがいて、ピレ君も来てて、かなり有名プレイヤーも多数いますし、今日はでも意外と水曜日なんだけど中級者初心者の方が多いので、ね、今日結構楽しめると思いますよ、どんな台の方でも幅広い層がいましたね、土曜日はまあえぐいっすね、強い人たちのもうぐったりしますよね、何台神弾やってんだってぐらいね、強いすぎる人が多すぎて、そうそうそう、オーラでなんかもう、まあでも週に1回はねそういうのがあったらいいと思いますよね、そうそうそう、いいかもしれない、あれですよ、私かなり初めてに近い感じで、はい、昨日火曜日行ったんですよ、はいはいはい、そうです、はいはいはい、のびさんとバクシーさんの講習見て、いいですねちゃんとやってますよ、意外と引き込んでね、そう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 、持ってる人とかもいて、はい、なんかできる限りその参加してる人たちに質問型でやってますので、いや、マンツーマン型でしたよ、はい、よかったですよ、もうあれをかれこれ1年ちょいやってます、いや、ね、はい、火曜日おすすめです、でですね、ちょっと待っててください、はいはい、あちょすぐそこっていいな、京都の人なの、
ねえ、伸び一回両党の男性で間違えた方が選んだことですね。2月から新しくグループ講習の予定っていうのをもう全部まとめましたので、はい、一度じゃあこのワイプなしにワイプに切り替えたいと思います。ちょっとこれを1回だけ見ててください、すいません。はい、まずはこっちかな。はい、2月4日からね、4日11日18日25日すべて毎週火曜日19時からグループ講習の内容っていうのを全部メモしてあるので、まず2月4日3組の攻めと2択について、3組の攻め、はい、壁際の攻防立ち回り編で、2個目が相手キャラの行動とダメージ計算で、2月11日が、削りと崩しについて違いとやり方です。で、2月18日はキャラ対策で、来てくれた人のリクエストに応じて5キャラまでやっていきたいと思います。で、最後2月25日はチェンジについて、浮かせ方、守り方、またチェンジ際の読み合い、簡単にチェンジできる方法っていう風になってます。だからね、皆さんあの興味がある週はぜひ遊びに来てください。そうですね、ちょっと自分でこれ弱いなってところを、ね、そうそうそう、限定的に言ってもいいかもしれない。で、グループ講習については無料なのでね、来てくれるだけで参加できます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、じゃあゲーム画面に戻しますね。ね、あんなの貼り出してあるので、スガモでもう一回チェックしてもらってもいいですね。私も後でツイッターでつぶやきたいと思います。全部生きてありがたいね、チェンジマンになってくださいよ。あ、優しい、書いてくれてる、優しい、書いてくれてる、お、ありがとうございます。優しい、ありがとうございます。全部生きて、ぜひ来てください。全部生きて、ね、もうあのかれこれでも10連チャンぐらい、はい、あの来てる人とかもいるんですよ。毎週火曜日だけ来てくれる人とかもいるんで、今は巣鴨ってどこ、東海、あの山手線の上の方ですね、池袋の2個隣の駅です。結構それなりに有名だと思う、はい、でゲームセンターもナムコ巣鴨店は、巣鴨を降りまして1分で着きます。あの方向音痴の私でも迷わないぐらい近くにあります。本当にすぐですよね。本当にすぐ、はい、本当にすぐです。本日人は、今前台埋まってる30人近くいるんじゃないかな。火曜日とかの組手の時は基本火曜日の講習も20人30人来てますよ。伸び1回両党大様があったね、1回ね。そうそう、そんなことあったそうそうそう、プリセットしないかな、そうなんです精神統一してたから。グループ講習の人はね、20、30ぐらい来てる。一番多い時40ぐらい来てて、バトルステージがあふれ返って人が入んなかったとかあったんで、入れないぐらいの。はい、シューディーさん対赤ライジンさんの試合で、シューディーさんもこれ、勝ったら3位か2位ぐらいに浮上できるんで、本当に、はい、あ、うん、シューディーさんですよ。もしシューディーさんがでも組手一緒に行くんだったら講習とかできますよね。確かに、ね、男子のプロです。そうそうそう、更新ハイスクールみたいになる。これシューディーさん、はい、シューディーさんですよ。コウスケの実況がコウスケの実況ちょいちょいバカにするんですよ。ちょいちょいディスってます、はい、そうそうそう、ちょいちょいっていうか大体ディスってそうそう、シューディさんも配信ね、キッタン、はい、キッタンとやったりとかね、うん、最近プレイヤーのね、キッタン配信はとにかくあのいろんなやつらの名前を使って配信してるんでね。その代わりキッタン亭はあの必ずしも一人は有名な人がいるんで、入場無料のキッタン亭。そうそうそう、だって俺ラティンにあのこの間 LINE で対戦よかったらしてくださいって言われて、はいはい、ちょっと今日ちょっとあんまり時間ないけど20分30分ぐらいだったらできるかもしんないって送ったんですよ。そしたら急にツイッターであの対伸びハテナみたいに書いてあって、おやべえよこれやんないって流れねえじゃねえかよと思って宣言されちゃって、そうそう、宣伝されて、うかつなこと言えないですね、はい、でもね結構、まあ、あのいろんな人たちがいるんで面白いと思いますので、そっちも遊び見てください。ね、あのプレイヤーとかね、あのユーザーの配信も増えてきて、そうそうそう、いいじゃないですか ね、新しい楽しみ方
一気に第4弾もちょっと、はい、違います。じゃあ、ね、言わせてもらいますが、シューディーさんは魔人から、羅生まで落ちました。マンバさんもね、魔人まで上がってたけど、つい最近羅生ぐらいまで落ちて、でも諦めずに今また朱雀風神ぐらいまで戻ってますので、頑張るしかないんです。本当に頑張るしかない。ツーピーコースケじゃないですね。ツーピーコースケ、はい。さあ右の方のじゃあ筐体見ていきますか、はい、待ってね。また戻る、もう一回上がった段位っていうのは時間がかかるかもしれないけど必ず戻るんで、その日はねマジで萎えると思いますけど頑張りましょう。のびさんとラティンの家庭用体制見て、のびさんが化け物ってのは改めて理解。のびさん、はい、ラティンが、うん、あのオンラインで負けたのがあまりにも悔しかったらしくて、今日来てるんですよ、ちょっと東進戦やってくれって言われたんで、多分後でやりたいと思います。それびっくりしたんですよ、それ聞いて、はい、でもこのコメント見るによっぽどよっぽど化け物だ。いや、まあね、ちゃんと落としときました。あら、まあ、はい、今日の対戦も、まあそうですね、楽しみに。ちょっと俺も多分ラティンも対策してきてると思うんで、いろいろ変えてやっていきたいと思います。じゃあ成長したラティン対ミリさんが見れるということに、はい、さあこのアスカのプレイヤーは誰かな。さああとはね、北海道から来てくれたプレイヤーも今日はいまして、なんか一昨日か昨日ぐらいから、そうですそうです、優しい獣王さんって方なんですけど、優しいシリーズの人いますよね。そう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 、マルブさんとか、ね、ラフメさんとかいっぱいいたんですけど、優しいシリーズ、はい、北海道でももう気がついたあと2週間ですね、約。いやいやいや、早い、楽しみじゃないですか。そうなんですよ、だからね皆さん、上の方の方たち、ぜひ北海道に足運びに来てください。そうなんですよ、私たち、はい、結構な大人数で行く。そうなんです、ぶっちゃけ全然ちゃうやつも来てるんで、はい、全然ちゃうやつも何人か来るんで、そうなんですよ、修学旅行、はい、ぜひ遊びに来てください。ぜひ遊びましょう。北海道のやつも配信しますよ。あ、配信できるんですか。2月の15日、了解です。うん、遊びに来てください。来てください。6時台に2代目に勝った優しいお兄さん、優しいシリーズかな。あ、6時台、はいはいはい、6時台ね、うん、時間とかも分かります。時間ってもう決まってます。時間いったったかな。もう一回またツイッターでつぶやきますので、はい、まだ予約とかはしてないので、そうですね、ちょっと詳細決まり次第ご連絡します。まあ、でも夕方ぐらいですよね、大体やるのは多分。そうですね、15日の当日にね、私たちも北海道入るので、はい、多分夕方ぐらいかな。千歳空港から札幌まで遠いっすね、めちゃくちゃ。専用の電車乗るんでしたっけ。そうですね、うん、ただ2月ってやっぱ北海道めっちゃ雪降ってんじゃないですかね、多分。これかな。あ、全然見えないです。2月15日土曜日、はい、6時からプラボ札幌西町店、はい、6時から予定になってますね。まあもし6時からぐらいだったら、その人数的にも前回40から50ぐらいいましたので、うん、おそらく10時行くか行かないかぐらいなんで、うん、おそらく16歳未満の方も多分大丈夫だと思います。見てください、はい。前回も6時ぐらいから始めて、高校生のプレイヤーがいたんですよ。で、僕と高校生のプレイヤーが組んで決勝まで上がっちゃって、9時50分とかでもう帰んなきゃいけないってなって、そいつの意思を継いで俺は優勝しました。意思を継いで、はい、あ、乗り移ってお前やってやったぞって後日連絡。そうなんですよ。そうなのか、エアポートは。そうなんだ、番長と俺レンタカー借りていた時1時間ぐらいかかったんですけど。迷ってるんじゃない、はい。北海道の場所は札幌の西町店ですね。西町店、はい、はい、天候が安定しない。お、丸本さんお疲れ様です。お疲れ様です、はい。猫助大ね、みんな上がってますよ。しんちゃんも今羅刹まで上がってますし、猫助もねかなり大に高くなってきて、そこでやっとなんですけどエイドリニアンが焦りを見せ始めて、はい、トワッチさんとかメイさんとかって、例えばメイさんとかと俺初めて会った時ってずっと羅刹、シュラ、
列拳刀剣ぐらいだったんですよ、はいはい、その人たちと一緒の時期にエイドリニアンとかもやっていて、でエイドにも刀剣とからへんでメイさんだけ一人でライジン上がっちゃったんですよ。でトワッチさんもずっとそんぐらいの段位だったんだけど、つい最近スザクまで上がって、で昨日もすごいやってます、ね、そうそう、自分だけ段位が一切最近上がってないんですよ。どうすればいいですかってそれを聞かれて説教を行い出しました。それで前にお前は鉄拳楽しみたいのって、強くなりたいのって言った時、僕はもう楽しんでやりたいですって言われたから、はい、あ、じゃあもう好きに一回やっていいよって言って、要は絶対強くなりたいんだったら嫌なことってめっちゃあるはずなんですよ。それをもう避けて今までずっとやってたから、それで今になって気づいて、今からもうメモ帳を俺に30行ぐらいの文を書いてきて、ここ今後やっていこうと思うんですけどどうですかねみたいなこと言って、やっと最近やる気が出たみたいなんで、じゃあ一つステージがこう上がっていくような、そう、これでもし1週間以内ぐらいでこの熱が冷めるようだったらもう二度と教えませんもうねチャンスを上げている、はい、というだから今後のエイドリニャンに期待しててください。エイドリニャン、ニャソ頑張れ大阪にも来るよね。最近でも大阪行ってないっすね、そういえば。私たちがね、はい、大阪行きすぎって言ってたから、いつの間にか行けなくなって、そうですよね、逆に寂しくなってきて、そうそうそう、そろそろ味わいたいっすよね、あの感じね、はい、日本橋がいいね、ね、もう日本橋のやつは大体名前を覚えましたもんね、そうそう、いつも、そう、はい、大阪だよね、そう、大阪の野茂陰にゃんにゃんっていうプレイヤーや、はい、いろんな子たち、太平洋とかね、はい、そうそうそう。講習会とかで手を挙げてくれる、そうそう、あとね大阪の伝説がありまして、はいはいはい、一個面白い、なんですシャムって大阪にいるんですよ、はい、シャム若い子で、はいはいはい、サムっていうプレイヤーがいるんですけど、はいはい、その子がのびさんって言って、のびさん本当にちょっとお願いがあるんですけどって言われて、どうしたんどうしたんって、携帯貸してくださいって言われて、多分電話とかなんか多分携帯電池切れたんだろうと思って、携帯とかで電話したいのかなと思って、あ、分かったよって言って、俺その場でこうやって待ってたの、そしたらこうやっていろいろ打ち込んでたりしてて、多分電話番号とか探してなんかしてんだろうなと思って、ありがとうございましたって言って、おーおーおーっつってもらって、2日後ぐらいに急に LINE と電話が来て、シラバンからサムですって言われて、え、どういうことって言ったら、この間教えてもらいましたって、お前やべえだろって教えてない、めちゃくちゃ可愛くていいやつなんだけど、もうそれにびっくりして、やばいです、ね、そうで、この間そのサムの弟からもツイッターが来て、サムの弟いるんだ、そう、その話聞いたらあいつマジやばいっすねみたいな話になって、サム弟の方が冷静なんだ、そうそうそう、まあ別にね、いいんですけど、あいつは、はい、まあ、おもろいやつもいる、そうですね、バクシー誰か、タケ君とやって5部ぐらい、結局時間切れで2時間半から3時間ぐらいって、結局そんぐらいで終わりましたね。そっかそっか、そろそろ大阪に来てよ、2代目ジャクラさん、 ありがとうございます。そうね、マジそろそろでも来たいっすね、確かに楽しいね、はい、ブリさんとかもね、最近会ってないんでね、ブリさん会いたいですね、結局俺でも一番好きな鉄拳が本当にブリさんの鉄拳好きなんで、見てて本当にやりたいですね、マジでね、またはい、そっか、でも次会うのまたはいかな、そうですね、あの人の会った時の毎度っていうのやばい、そう、お決まりに、そうそうそう、毎度大阪もでも九州も必ず仲のいい人たちって仕事の合間縫ってきてくれますよ ね、 そうですね、本当にそれがありがたいですね、ありがたい、ありがたい、俺も今度行って、ふざけもう誰にも貸さねえよ人がいいから貸しちゃうから、もう絶対貸しませんよさあ、しんちゃん対アミゴ先生の試合、これもしアミゴ先生が負けたらワンちゃん4位終わっちゃうかもしれないしんちゃんが勝ったらワンチャン2位3位浮上が出るんで、大事件です ね、 ね、私この間アミーゴさんとダンバトで当たって、はい、ボコボコ見てましたあれがでもアミーゴ先生なんですよ、どんな人にでも妥協は許さない、必ず最後まで詰めてる、はい1ヶ月も来てない、1ヶ月も来てない、うん、大阪に、いや、彼3ヶ月ぐらい行ってないですか、最近考えると、いや、もうだいぶ行ってないですよね、行ってないんですよね、ただ去年は行き過ぎました、本当に、まあ、確かに、ね、相当行ってましたね、はい、うん、ジンパチは案外でも初心者向けだと思いますよ、ジンパチ、アスカ、
ジャックとかはラースとかかなっていうのは基本的に初心者向けのキャラクターだと思います。あれしんちゃん、あーミスってる。さあしんちゃんがリーチをかけました。日野さんは鬼ドラだ。え、なになに、またまたさんが、はい、この前放送で日野さんを青に取られたと思う。取られたのがまだよく分かる。そんなことないと思いますよ。取られたの、はい、知らないうちに、ね、はい、投げ抜けはね、ね、あのその投げられた手に対応してるんですよ。左腕が伸びてたら LP 抜け、右が伸びてたら右抜けっていう風に見てください。両手投げだったら両手、そうそう両パー、相手の手を見てみるやってみるといいと思いますよ。ラスで初心者向け、そうです、ジンのおすすめの相方、ジンのジン同じ家族がいる。ラスかな、ジン、ラス相性やっぱいいよ、ジン、ラスはかなり。ヒノピン青木を前にしたら一生髪いじってるからな。そんなことない、そんなことないですよ。まああんま見てないですね。そんな印象ないですよ、絶対にないですね。青が逆にこうやってるぐらいで、ないよもう。さあお互いリーチ、ドラグノフの強いところはまず小技がかなり優秀だと思います。本当に削り性能がすごいと思いますよ。アスカはむずい、じゃあまずねステータス技を使ってみましょう。レオリにも相性はいいと思いますよ。さあこれしんちゃん勝ったらおもろいな。大事件ですね、うん、さあ奈良子を通して、結構アミゴ先生これ緊張してるよ。なのかな。さあ投げ通る、絶対通しちゃいけなかったのに今。あでも、あさあ死なない、あ偉すぎる。今頑張ってね、いつもだよな、2取って負けるよな。あ2ラウンド取る、いつかないの。そう3トンだけ意味ないのよこのゲーム。そうなの。しーちゃんの指が。ただ今アミゴ先生偉いっすね、最後改まにしたんですけど、あのデカキャラじゃなきゃ当たんないしダメージもかなり高いんで。アミゴあれ多分飛骨で軽減して生ローでも死ななかったんで、あれ一番最大だと思います。いやいやお疲れ様でしたよ、はい、じゃあ投げ抜けできる人、そうです、常に見てますね。アマキンの相方、まあ、デビルとかも相性いいと思いますよ。アスカに発生早い立ち取り、いやまあ十分でしょう。立ち取り RPLP14 で出てプラスもかなり9とかだっけなんでね。さあ反対じゃあ見てみましょうか。ベルガルも今日来てんだ。ああいるいる、ね。さあ巣鴨の常連さん対ラティンの試合です。巣鴨の常連さん対ラティン、常連さんです。どんな試合じゃ。あそっかそっか、タケヤさんね。あもうランバト結構上位入ってましたよ、あのタケヤさん。あ本当に、はい、今日あのバクシーさんと、はい、ね、誰だっけ、ヤマタ、そうだそうだ、オカちゃんが風邪でね。そうなんです。お休みなので食い込んでくるかも、ね、マジインフルとか気をつけてくださいね。いやそうですよ皆さん、やっぱゲーセンね、あの人が、はい、あの狭いところにいっぱいいますから、手洗いうがいをするように、うん、お願いします。あとねオンラインのランクも一発勝負、あのね一発勝負で勝ちたいのならば、まず基礎を身につけることと、あまり攻めないこと、うん、っていうのが一番いいと思う。一発勝負ってみんな必ずネタを隠し持ってるから、一回通っちゃったら1ラウンド取られちゃうと思うんで、はい、本当に基本的には受け身になった方がいいと思います。のびさん、アウトなんかあの仲悪いも何もあんまり合ってないですね、基本的に。菅もで以外俺も最近は外に出てないんで、あんまり人に会う機会がないんですよね。ラティン、ジェイシー、いやジェイシーやってるけど、結局はあいつ多分レオラースが最後なんじゃねえかな。とにかく今でも
レオがめっちゃ弱いって自分で言ってるぐらいなんで。あレオがスランプ。そうそうそう、あとね、そうレバーに金ついてて多分絶対あるから、それレバーに金、あのゲーセン帰った後そのまんまの手で絶対飯食わないでください。そうだ ね俺もぜそれはもう最近、俺がありえないんですけど手洗いうがいや必ずしてるんですよ。この俺が、あのこの俺がなんですよ。どういうことなの、基本しなかった。いやそんなのやっても意味ねえだろうと思ってた俺が。でもね本当にまずねはい、おしぼりとかもあるので、巣鴨のおしぼりとかも使ってくださいね。ナムコのゲームセンターでも置いてあるの でそれだけじゃ絶対金は取れないので、手洗いうがいは絶対しましょうね。あダメですよ本当に、はい、大変なことになりますよ。順に欲しいはあのね、攪拌が安いちょっとダメージが高い下段が欲しい。本当にそう思う。基本しっかりっていうのは簡単に言うと基礎ができてれば、ガードに徹した時には基本負けないと思いますよ。例えばこれに対して攪拌はこれが最大とかそういうのができてれば一番いいと思います。ちょっとアケコン吹いてくださいね。オンライン達人止まり、うわ何が原因か見なきゃ分かんないです。さああれ蓋を開けてみるとあれフルセット。今日こういう試合結構目立ちますね。ねえ、さあ暴れが当たってプレーオフラティンが上がってくる。これ壁は運べないけど、うまい、ワンチャン。あれさあチェンジ狩り最大。ああこっからレオの怖さが出るかもうよ。うさあここでアトミックさんが勝ち上がり、面白い結果になりましたね。今も2月にまた講師、はいぜひ受けに来てください。最近はね、交渉終わった後にその僕が書いた汚い字なんですけど、カルテをいりますかっていうのを最近質問で渡してるんで、欲しい方はぜひねもらってってください、はい、欲しいですと言って。ただマジ読めるかが分かんないと思いますけど解読するとそうそうそうはい、2月ね遊び来てください。ステップインガード、あのねまだそこの石板台の方は横移動ガードやステップインガードっていうのを一切意識しないでいいと思います。逆にそういうことを意識しちゃうとかえっていろんなことがおろそかになっちゃうんで、そこはまだいいと思います。基本をやると、はい。キング総会って生放送、俺は話まだ分かんないですよ。なんだろう、それが前夜祭なのかな、なんだろうね、なんなんですかね、なんかあるんですかね。3月15日のキング総会って言ってたから、ね、聞きましたね俺も。そう字が汚いが、そうなってくるのよ。だから申し訳ないから俺もあげられないんだよね、できれば。家庭用パッドだと両パン抜け、あね、だから両パン押すやつをコマンドセットアップでやるといいと思いますよ。ザフィーナの相方は誰がいいんだろう。俺ローとかもいいし、あどうじゃブライアン、レオとかが基本いいかもね。ガンリューとかもいいと思いますよ。はい、伸びの変わるってのはセーフまでの嘘でしょ、いらないでしょ。さあアミゴさん対、これがあの北海道の遠征で来てくれたプレイヤーです。講習をね昨日受けてくれました。字が汚いからこそのびさんみたいな感じいやまああのね綺麗にやれたら一番いいんだけどね。飛び級して上達、上級者の読み合いとか防御行動を覚えようとすると経験値、そうだね。一番だから俺が言ってるのは、あの石板ライン未満と石板ラインとか獣ラインぐらいの方たちは、あの例えば鉄拳王戦、鉄拳覇王戦、鉄拳新戦とかを見ても絶対参考にはなんないと思うんですよ。なんでかっていうと、どんな高度な読み合いが発生してるかはまだ理解できてないと思うんで、それだったらまずあの自分より1個色が違うぐらい強い人、ちょっと強い人ぐらいの動画を見ると案外気持ちが分かったりとか参考になる部分が増えると思いますよ。猫助とかも獣団員ぐらいの時は韓国のハオの試合とかずっと見てたりしてたって言ってたけど、あんまりそこら辺は意味なくて、自分よりちょっと強い団の動きを見るといいよって言ってから本当に伸び始めたんで、それをやってみてください。
ワンの相方、ワン、ジンパチ相性いいんじゃない、コンボ相性も普通にいいし、やらないとすぐ弱くなるね。京都はでも俺2回かな、岡山来てや、呼んでや、上手い人がやってることを猿真似しても相手が理解できなかった。そう、それもそうだね、上手すぎて、上手すぎてっていうか、その読み合いが分かったらあの上達してると思うんですけど、多分どういう読み合いが働いてるかまだ理解できてないと思うんですよね。そういう場合とか、例えばドラグノフで今剣団の方たちは、例えばドラグノフでじゃあ拳ラインぐらいの方たちの動きを見てみるとかなりいいと思います。アスカジュンシュラだけ今だに、いや龍車いいんじゃないか、普通に強いよ。さあ2択を当てて、珍しいねペクは。投げ落とす、中国地方でナムコは、あそうなんだ、岡山やっぱ、そっかそっか、水島だっけ。あ、ガットリン、まあそうだね、ポール対策どうすればいいんですか。まああの基本右横移動とバックダッシュがメインかな。体力をリードした時とかは本当にバックダッシュが上手ければ霹靂とかは絶対カス当たりになるんで。じゃあまずか、まあいろんなね手段があると思いますよ。 PS3 オンになってる、はいはいはい、広島はなくなったよ。あーそうなん、広島もあったんだ。でも広島も一回も行ったことないから行ってみたいですね。ぜひ正談の僕はいきなりむずい火力効果力コンボを埋めなくても、まああのやれたら一番いいけど、まずは安定するコンボ、あのよくコンボ火力コンボがすごい上手い人でも強くない人っているじゃないですか。それって比例しないんですよ。一番いいのはあのコンボが安定してた方がいい。例えば5割減って 100% 安定するものと、7割減って、7割減って8、7割安定するコンボって考えたら、俺は5割の方を選んで、ポイントポイントこれで倒せるなら7、8割の方をやるとか、そういう風にした方がいいと思いますよ。そうそう、彼女ですね今やってんの。ペクバレてるとどうしよう、あそう、まああのリアルな話、それはあるかもしれない。ペクはねバレてると結構きついか、でもピデ君のプレーとかを見てると結構参考になるかも。バサやってる、そうですそうです、最近テレビでよく菅も特集やってる。菅もはでもおじいちゃんおばあちゃんの原宿って言われてるぐらいなんで、鉄拳真剣にやろうと思ったらメイン変えるのありですか。あ、いやありだと思いますよ。最近オンライン人強い人のサブキャラ、そうだね。でもどっちの方、レボリューションの方かな、やってんの。さあこっちか、次、はい、いつになったら伸びしゃ、あのね伸びしゃを今地味に修羅まで上がってます。修羅、シャオヨシミツが、修羅まで上がってるんで近いうちに見れると思うんですが、マジきつい、本当に勝てない、あのキャラ。この間やってましたよね。やってたやってた、今日も1時間ぐらい第2戦やってたけど、はいはい、あのとんでもなく危ない試合だった今日は。最終的にもうあのシャオユとかは、ヨシミツは結構ね飛ばなきゃ勝てないと思います。それは伸びロジャーみたいね、ロジャーもやりたいですね。はい、伸びのシャオヨシミツ3日じゃねえよ、もう2週間半3週間ぐらいやってるわ。3日で、はい、最近触ってた時はリー超強いと思います。シャオとかキルタ見とけば間違いない、そうだね。またすぐに、いやあれはねあのマジ怪しいと思う、本当に。それはちょっと勉強がてらに今やらせてもらった。あの講習とかでねシャオが来た時とか、尾形さんいるじゃないですか、はいはい、尾形さんが僕の吉光が封じになったら講習受けるって言ってたんでぜひ尾形さんのためにもね吉光、ね、を上がっとかなきゃ。尾形さんの講習受けてるとこ見たいですか、はい、うんうん、シャオね意外と三島きついね。シャオリリ相性見たことないな。さあコンボ、アトミックさん強いっすね。ね、さっき言ってね、
のびさんってサブはテキヤハオでやめる、あのテキヤハオでやめるっていうよりもそのラインがそもそもいないし、あのなんていうんですか、そのね、まず他にメインで鉄拳士の人が生まれてもらほしいんですよね。一番はだから一番は俺のサブと敵は覇王戦やるよりも誰かのメインと誰かのメインが覇王戦やってもらって死んでね、メイン戦を一番やりたいかな俺は。誘われたらやりますけど、シャオで唯一のいいとこ、カズヤ前蹴りに6両パン、あーそうなんだ、あれ6両パンそんなリーチが長いんだ。講習って自分たちでも個体差ある、あ、いやあの筐体差でもちろんです。講習は1時間フリープレイにして一緒に対戦とかあのフリープレイでやりながら一緒にやるんで、シャオって右横方を起こすってそれ止めに来たハイキック、まあまあ逆の読み合いだよね、どんどん全部が全部ちょっと逆にたくんなんね。グループ講習は1時間です。毎週火曜日19時から1時間やってますよ。さあなんだこれ、アトミックさんが、あー出たー背面、今度東京行くとき講習、はいぜひね予約を取って受けに来てください、お待ちしてます。今のランキングバトルはお金、あの参加費1人100円です。そうですね、不審者講習会。さあラースト、フェント、ドラの長所と短所全部言うの本当に結構な量ですね。ジェイシーのお気に入りくだった後、ね、あの何段ぐらいの方ですか、それ台によってちょっと違うかも。さあこれアトミックさん勝つんじゃねえか、ね、さあペクラッシュ銃で割れる、東京行くんですがおすすめな場所ありますか、やっぱり秋葉、どういう意味でのおすすめ、あの観光的なことかな、ね、ゲームなのか、ね、趣味にもよります、ね、巣鴨とかだったら近いのはスカイツリーかなり近いですよ。そうですね、押し上げが相当近いです。うんうんうん、浅草とかね、のびも韓国プレイ、いやまあわかんないよね、やってみなきゃ例えばね、タラレバが多すぎてよかった、はい、さあこれは、はい、決勝戦メイスさん対アトミックさんの試合、これメイスさん勝ったらどうなるんだ、順位プレーオフ変わるのかな、どうなる、北海道は違うよ、メイさんが勝ったら北海道行くのは違う、はい、今回勝った人は3月にどこに行くか分かりません。僕はラダンから赤ダンならば、横移動ガードをするのがいいと思います。一瞬横移動ガードで選球隊に発熱使ってツースマだけ当たるけど、タッシュ途中 LK とか天砲は全部当たりませんよ、ガードできますよ。吉光も今吉光シャオが修羅まで上がりました。おー食い込んだ右アッパー、あらあれでしたよ、今日までの総合ポイント、はい、縦24、 OKC19、 PKC、 バクシー17、メイス11、はい、アミーゴ10のノビンビン9でした。なので今日 OKC、 PKC お休みということで、メイスさんかなり、そうですね、これとりあえず暫定2位ですね今ですね、はい、その次はアミーゴさんになるのかな。最近番長、あの番長最近来ないっていうよりも、あのもう、ね、どころそう会社が違うし、いい海外、そうそう基本的に日本にいないんで、日本にいないんで、はい、順位よく、その通り俺もそう思います。さあメイさん強すぎんだよ今日これそろそろでもメイさんありますよね、メイさんずっと乱暴、ま、マジで、まあ、2位だったらプレーオフあるんじゃないですか、はい、普通にね、おめでとうございます。さあ今からメイさん優勝しましたけど、ちょっと、今から、はい、1、2、3、4位の計算しますので少々お待ちください、はい、で、10分後、9時より、はい、
決勝戦を開始していきたいと思いますので、はい、しばし実況席で、大丈夫ですよ、このままで。あ、本当ですか、はい、このままで。はい、じゃあちょっと一回コウスケに聞いてきます、はい、お願いします。はいはいはい、なんかこれ濡れてる、なんだこれ、なにこれな、気になる、濡れてるカルピスソーダかな。あー、ごめんなさい、誰だよここにカルピスソーダ。あー、大丈夫でした。これですね。失礼いたしました。お疲れ様でございますということで、今ですね、ランバトが終わってプレーを石棒に持っていくなんて持ってはい、あ、やめ、このコメント拾えませんよ。プレーオフが開催されますのでしばしお待ちくださいということでね、キング総会はキングオフ会です。あ、そうなんだって。3月15日ナチョでやるのかなね。また灰の歴史を私はちょっとまだ未だ勉強中なんですけど、なんかね、前の日になんだっけ、前の日に前夜祭みたいなのやるって言ったので、それが今回はキングオフなのかな。井上さんメイク変えた。あんま変えた気味でないと思いますけど、今何段になった、はい、校庭まで戻ったんですけど、また新宿でですね、ミスターガリオ X さんという人と戦ったら3段になりましたね。アイマス映画見ました。一足お先に試写会で見させていただきましたよ。ありがとうございます。また入ってマスターカップと同じ形式なんですかね。詳しくはマスターカップオフィシャルサイトをご覧くださいというところですけどね。先ほど追加のエントリーね、一枠だけ残ってるってお話がありましたけども、もう埋まっちゃったかもしれないですね。あっという間に終わったまた灰の枠ですけれども、エントリーリスト、エントリーチームの、ね、リストも公開になっているので、このチーム強そうだなとかね、そんなこと考えてね、お酒のつまみに見ていただければどうでしょうか。オンラインやってる、やってます。画廊なんですよ、オンラインは。現実世界は3段なのにやってますよ。 FF もやってますよ。のぴは吉水使いじゃないですよ。好きなキャラは何？デビルジンとファランです。初見です。お姉さん年いくつですか？あ、初見です。お姉さん年いくつですか？お姉さんに年を聞いてはいけませんよ。まあ、聞かれたら答えにくい年ですと言っておきますよ。もうお姉さんもそれなりの社会経験を積んできてね、明日ナムコの説明会にお姉さん出るので、ナムコ受ける人は見に来てくださいね。お姉さんがスーツ着てお話しするので。オンライン何勝何敗？オンラインの方は覚えてないんですけど、アンケートの方はもうすぐ合計1000試合でしたね。700か600ぐらい負けてますんで、残りは勝ってます。17歳だったらそろそろ帰らなきゃいけないですね。765歳、うまいですね。ナムコに勤務してる人って765っていう数字すごい好きなんですよ。ナムコの会社の電話番号もこういろんな大阪支部とか、なんか北海道支部とかいっぱいあるんですけど、結構ナムコって下3桁つけてたりとか、あとはあれでしょう、会社の偉い人はですね、車のナンバーが765になってたりとかしますよ。みんな好きなんですよ。72も好きですよね。クッくってやつですね。え、ナツピー元気？ナツピーって何ですか？全然定着してないですけれども。日野さん今日ご機嫌そうなんですけど、最近何かいいことありましたか？ありましたかね。最近いいこと、まあ、まあ、いつもいいことありますよ。毎日楽しいです。なめこ？ねえ、ということで、あれ、たけくん、
たけくん、うん、1位は、ねえ質問がちょっと皆さん読まないよ変なのは。そうそう、まあでもさっきムービさんも言ってましたけど、3月22日のマタドル杯、マタ杯に私は初出場させていただくんですけれどもね、もう京都阿町周辺のホテルはなんか埋まっているということでね、ご出場される方はホテルなり旅館なりの手配をねした方が良いですよ。まあ、かくいう私もしてませんけどね。最近お酒飲んでますっていや飲んでますかね、飲んでな、お酒飲んでたわけじゃないんですけど、見てください、見えますかね、転んだんです、転んで真っ青なんですベント情報を聞く地方のワイン涙目ね、比較的組手ではね、いろんなとこ行くようにしてるんですけども、やっぱりね東名阪中心になってしまいますということで申し訳ないですね。ヒノピーってよく喋ってるからしょっちゅう声枯れてるの。私体が健康なことでナムコ社内で有名なんですけど、喉がね枯れるの、確かにニコ生始めてというかこの今年ですね、番長亡き後どうしても喋る回数が増えたのか、ゲーセンでねここまで喋るのも少ないというか珍しいので、そのせいかわかんないですけど、確かに最近声が枯れることが多いでございますね。完全に声が出なくなったり時はなんかスケッチブックをもらって筆談したりもしましたけど、今は声出ますね。カラオケに行きたいです。はい、幼なじみの恋人が理事長に寝取られました。それはもうしょうがないですね、理事長になるしかないと思います。肝臓気をつけや、ありがとうございます。お酒飲んでから敵あればヒノピー段上がるかも。本当かな、そんなことあります？飲んでみます。泣きあと泣きあとね。いやなんかね、番長とは LINE とかで連絡が、まあね、日本帰ってきたよとかね、こんなだよとかって連絡をしたりもするんですけど、番長から届く画像がですね、なんか最近世界遺産みたいな画像なんですよ。どこに何しに行ってんのか、ちょっと心配ですけどもね、まあ、元気でやってるんじゃないでしょうかね。ということで、の試合をやってるアミーゴさんもね、プレーオフ参加なので、みんな集まってもらってプレオートであります。来てんじゃない番長さあ、行ったり来たりでよくわかんないけど、はい、お待たせしました、9時になりましたので、ただいまからランキングバトル1月の決勝戦やっていきたいと思います、はい、もう一度説明します。4位しんちゃん、3位アミーゴさん、はい、2位がメイスさん、はい、1位がタケくんっていう風になっていまして、はいはいはい、まずしんちゃん対アミーゴさんをやりましょう。でルール説明も一応していきます。まずね、4位の方が3位の方に 3回勝たなきゃいけません。で、はい、3位の方は4位の方に2回勝てばいいっていう風に繰り上がりでどんどん上がっていきます。で、はい、3位は2位に今度は3回、2位は3位に2回で、はい、最後の決勝も同じルールでやっていきたいと思います。はい、はい、皆さんあと多分30分ぐらいなので最後まで見てってください。よろしくお願いします。じゃあ今からやっていきましょうか。いきます。はい、試合前の煽り合い試合前の煽り合い
かあの煽るイベント昔やりましたよね、まあ、だいぶやってましたね、はい、そうですね、あえて煽るイベント、試合前の煽り、いやあのまあやりたいね、確かに煽りを最近煽ってないからね俺。やります、煽りイベント。あの昔俺煽り大好き勢だったんですけど、もうそれは普通の時です。むしろ俺マジ煽りが本当一番好きで、全然知らない人に、あ、知らない人はさすがにそれはもう失礼なんですけど、はい、私の知ってる人でなんか煽った相手、まあ、だ知り合い同士での煽りあるよ、あこれ当たるかとか美味しいなとか、そういうのはよくあったんですけどね、見えてるみたいな、はい、最近あのこの仕事を始めたから、はい、ね、あまり気を悪くされないようにっていう風にやってたから、煽りなくなっちゃったけど、もういいか、煽っていこうか、今日煽って、はい、この後煽っていきましょうね。この後は煽っていくっていうか分かんない、手振って、はい、煽りで盛り上がる、そうなんだけどさ、あの1個言わせてもらうと、インストラクター煽るってね、ちょっとね勇気いるのよマジで、確かに ね、なんか言われる可能性は、ね、そう、人でもさ、それがさ知らない周りの人が見たらさ、あいつ仕事なのに来づらい環境を作りやがってってなるかもしんないでしょ。今のね流れを知ってる人はいいでしょ、そうそうそう、今日伸び煽ってんだなみたいなね、今たまたま来た全員、初めて来たらさ、あ巣鴨でこんな仕事してる人が煽ったりとかしてんだ、怖くて行きたくねってなる可能性もあるでしょ、思わずナムコに手紙を書いちゃうかもしれない、ワンチャンあるもんねそういうの、だからね、あのやりたいけど、そうなんです、大人になりましたそう、先日のびさん23歳に、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございますね。もう去年は1年本当に勉強の1年になったんで、今回の今年の1年はあのもういろいろ基礎ができてるんで、あとはいろいろねやってみるだけだと思います、はい、おめでとうございますですよ。32、32じゃねえよ、23だ、まあいいよ32でも、何ひっくり返してるんですか、はい、いやいやね、さっき白熱した試合を見せてくれた、うん、アミーゴさん、しんちゃん戦が本日煽りやり、いや、あの普通に嫌だよ、それおかしいだろ、どんなゲーセンだよ、本日煽りやりですが、煽りの日とかいらないでしょ、煽りの日のが人気、俺煽っていいの、はいはい逃げんのかお前らとか、そういうの言っていいの、誰に言ってんの、そう、それは分かんないけど、その身内同士で、身内同士、うん、23になってるの抱負っていうよりもそのね、22はとにかく勉強の年だったんで、今回はね、いろいろもうやんなきゃいけないこととかも分かってきてますので、はい、あとはそれを形にできるように、はい、ね、23歳をやっていきたいと思います。のびさんの抱負でした、はい、日野さんに質問ですよ。なんです、なんです、アスカとジンのコンボで、はいはい、アスカ主導だとジンは何でつなげればいいでしょうか。それね、はい、それ悩みますよね、あれ、あのノステからの、そうそうそう、あの、ノステからの、だってコンボ中ノステいらないですね、はい、あれコンボ中ノステいらない、コンボ中は一応あのステップ関係はいらないですね、あんまりステップインガードですね、あ、まあまあ一応そうだね、ステップインガードしつつ、はい、ってことはじゃあアスカジンのコンボ中、はい、アスカ指導だと、はい、ジンはステップインガードやノステをしつつ、しつつ、はい、はい、タクボタンを押す、はい、タクボタンを押しましょう、じゃあ一回それやってみましょうちょっとやってみてください、ね、はい、まあ、あの簡単に答えを言うと、ね、アスカ指導の時はジンは後ろ L 警戒の両パンで浮かし上げましょう、浮かし上げる感じ、ね、はい、それが直接2両パンから両パンチが一番いいと思います、はい、それかノステやステッピングガードしつつタクボタンを押してみましょう一度ね、本当に、はい、ちょっと煽り合いが見れるかもしれない反対側からね、抱負間違い、あのね、はい、最近俺誤字脱字がやべえんですよ、あ、のびさんの、そう、全然あの、はい、自分が打った字見てないんで、いや確認してからディレートボタンを押してください、はい、すいません、はい、さあ、しんちゃんとアミゴさんの試合、まず初戦、はい、しんちゃんが勝たなきゃかなりきつい、そうですね、うん、だいぶビハインド背負ったスタートになるので、ね、さあ投げを通して当たる、チェンジできない、うまい、下段からさあ、どうしてもやっぱしんちゃんはあのやりに行きたいから下を多めに打っちゃってるんですけど、はい、そこをねアミーゴさんが体操して、あれこれはならくチェンジ、チェンジ、あー当てて
こっからだよ、しんちゃんはこっからのやつだから、ここで勝ったら今回ちょっと一味違うかもしれない、ね、3ラウンド目を取るしんちゃん、はい、さあゲランからプレッシャーをかけているのはしんちゃん、クラッシュするか、あれ投げは当たらず、あーやばい、超緊張する、気持ち出てるな、さあするしかない、壁際下段からワンチャンス、やりすぎよ、やりすぎた、それは1試合2回ぐらいにしとこう、それいっぱいやっちゃった、はい、しんちゃん出勤日じゃない以外、あのね、あの帰り道に一瞬だけ様子見とか、その人がいないっていうのはどういうもんかを時々見に行きたい、のびさんリアル巣鴨勢だからね、そうそう、リアルに巣鴨にいるんでいなら召さ、あのね、召されたんじゃなくて対応されました、はい、召されたの、召されてないよ、忘れんな、忘れんな、忘れんな、 8RK 忘れんな、 8RK ですよ、はい、そうそう、 8RK なんですよね、きつい時ほど中断を打ちな、そう、きつい時ほど中断を打ちましょう頑張れ、そうなの、勝ちたさがで、あのね、よく大会とかで、はい、強いプレイヤーに2本取ってその後3本取られたりする人ってなんでかっていうと、2本取っちゃってこの勢いで勝ちたいと思っちゃうんです、だからあのかなり2分の1の行動しかしなくなっちゃうんです、すごいリスクがある行動を多めにしちゃうから、逆に強い人からするとそういうことしかしないからやりやすくなっちゃうんですよ、そうだから、やらかし勢は2本先に取ったら超丁寧にやってみてください、そっかそっか、焦りを伝えないように、そう、俺もそれされると一番きつい、あ、本当ですね、ですよ、そうらしいですよ、 8RK 横について、いや強すぎるとかじゃないね、そういう時ほど、そうだよね、そうそうそう、丁寧に、ミンチとか忘れんな、なあ、楽、ありありあり、そろそろいいよ、行っちゃおう、あれを下行こう、そう、そろそろ下行っていいよ、そうそうそう、丁寧に、あー、ふー、当ててきた、アミゴさん何系鉄拳、まああの剣術鉄拳だと思う、剣術鉄拳、うん、すごい丁寧な鉄拳してると思うよ、受け切って、そう、ただしんちゃんは今一番大事なのがバランス、行きたい時と行かない時のバランスがすごい悪い、っていう
感じですね。まあ、原因はでも本当にバランスが悪いと思います。例えばさっき言ったみたいにお互い体力半分半分でこっちも半分ある状況の時とかに対して風神拳が怖すぎて、何も行動できなくなって結局タコをかけられるみたいなシーンが多かったんで、だったら早めにジャンステで飛んどいて風神拳行ってもコンボ行かれない選択肢とかそういうのを考えられると違ってくると思う。ひなさんちょっと質問らしいですよ、はい、ロジャーは誰と組ませるのが一番いいですか。ロジャーはね、ロジャーと組ませるのがいい。ロジャー対木人以外できないですねそれは。ロジャーね、コンボ相性で言うんだったら僕はザフィーナ相当おすすめします。ロジャーとザフィーナ、あとミゲノも相当良かったですね。へえ。7区食らった後シャガパーバルとかかなり熱いと思いますよ。さあここで3位アミゴ対2位メイスの試合見ていきましょう。オンラインは画廊だよ、嘘じゃないよ。剣弾いけました。な、剣の字が変だけどおめでとうございます。ロジャー、あー、こう、おー、ミスった。しんちゃんは20歳ですね。財布は8回に1回ぐらい打てますよ。8回に1回、はいはい。風神拳は5回に1回ぐらい。5回に1回。さあこれはコンボはミス。あ、これバウンドいって小減った。下段砂漠、これは超減るぞ。受け身取るしかない。おー、チョンキック。うまい、ハンマー左で避けました今の。うまい、読み切ってこれ多分死んだ。え、あー、妄想なの。マンデベイさ、こんなミスるの。一番運べんのブルースかな。こんばんは。でもね、俺ミゲルマードが、はい、アサルト込みだったら一番運ぶと思うんだけど。運べる。スモートステブって前出し早い気がするんだけど、それは気のせいやないかね、わからんけど、ちょっと見てみるわ今度。あれミスなの、他あるあるある、他の選択肢。例えば今のあった人幕、もう一回人幕行っちゃったけど、人幕から立ち途中 LP イサナだったら多分壁運べたと思うよ。前ダッシュね、わかんねえわ俺も。メイさん、あのね、最近は本当にやっと僕の言うことを理解してくれるようになったんですよ。ドラの運びも大概そうだね。ドラグノフはね、10刻みできるんですよ、いろいろ調べた結果。さあメイスさん、マッチどんだけ力強いんだよこれ。あの人でも今一番強くなってるかも、ね、うん。さあここでメイスさんが1本取って、結構丁寧な10刻み教えてください。ちょっと難しいんだけど10刻み、はい。例えば右アッパーからネオクーが前 RKRKLK3 段やって、ジャブスニークキャンセル、ジャブロシアンフックバウンドで、そこから前横移動をスニークキャンセルヘドハンが入ります。前横行くのが超ポイントです。それも横は超一瞬です。やってみてください。超むずいと思いますけど慣れたら簡単です。
10回殴るんですか？10回コンボが刻めるんですよ。10連コンボとは別あ、浮かしてから。あ、浮かしてから。はい、結構な運び能力ですね。さあ、ここでメイさんが勝ったら1位のタケ君との試合になります。はい、ごめんなさい、ちょっと聞いてみて。あー、壁行く。なんだよこれ。これマジで今日メイさんやってくれそうな気がしますね。今日こそ。いつもギリギリで負ける、ね、そう、いつもね。そう、プレーオフで。さあ出し切り。あれ、これバウンドが、うおほほ。さあ壁運ぶよ。これサバーアサルト使うんじゃねえか。あ、使わない、使わなくてこのヘリです。本当にこれでもしもメイさんが勝ったら、約1年ぶりぐらいの快挙ですよね。そうですね、悲願の組み手ですよ。いつもいつもいいとこ行って最後にはちゃんと有名プレイヤーに負けていくのがメイさんだったんですけど、そうそう、これ勝ったらもう明日かじゃなくなるかもしれないですね。バウンドはいけない。やばい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 、行き過ぎたけどすごい。いいね、最近メイさんいいよ、マジ固くいってる。今日のはウィンドウはうまかったけど、ウィンドウズ、ウィンドウ勢がでもウィンドウ、昨日も僕と大選手、ウィンドウやりに行った。ちょっとタケ君が苦笑いしてるかな、これは。そろそろね。さあメイさんが決勝進出。ウィンドウ勢やば。タケ君も嫌そう、はい、ウィンドウ昨日俺に12連敗して、その後電車でもう あまりにも、うん、考えすぎて、うん、電車をもう一切こういう風にずっと下向いてずっと考えたらしいんですよ。かわいそうすぎる。ドヤ顔してんじゃない、この後だからね。ウィンドウ、ウィンドウ、ウィンドウ。コツは欲しがらないこと、分かったよね。コンボを見つらないこと。いやいや、マジ勝てないんだよ、実際強いんだから。もじもじしてる、もじもじしてる。いつも通りやって手前でバウンドすればいい。うん、壁際のこと考えていつもミスするから。組み手、組み手。うなずきました。ヘリ見てヘリが地元では、おい、なんで流行ってんだよヘリ。すごいだろ、でもこのゲーム。ヘリ見てヘリってよく言いますもん ねドヤ顔はね、正直相当フラグ立ってる今ね。いけるいける。ニコニコしながら、あの人勝てないって言ってたけど、ちょっと自信、ね、実際やる気満々だもん。俺あの人ダメなんだよって言いながらもね。そうそう、頑張り。あのタイミングでね、確かにね。でも確かに HP ジャストだったもんね。さあアミゴ先生が若干放心状態になっております。ちょっとね、はい、やっぱりね。さあステージは無難に壁出しステージを選択。タケ君も若干ビビってますね。だいぶ気持ちが、はい、さあナイトモアットも決勝戦、はい、メイさんが快挙を成し遂げるか、タケ君がここを阻止するのか。トビさん、誕生日ありがとうございます。あ、今北さん、アミーゴさんはちょっとメイスさんに敗れてしまいました、はい、ということで。やってかれましたね。さあ、開幕、これはメイスさんが勝ったら全然気持ちが違うと思うんです。やばいこれ。投げはしゃがめず、チェンジはしない。
さあバレている。確定反撃最大知ってるね。さあこうなってくるぞ。バレている。タケ君落ち着いてんな。体が明るい。もう何もまあそうなってるだろうね今。ウィンドウで、うん、誕生日放送やってましたね。はい、タケ君って、はい、メインボブがね。いや今ねとりあえずマタハイもカズヤブルース、いやこれで出てくれるらしいです。あ、そうなんです。はい、さあここからコンボ、体力はイーブン、右アッパーは当たらず、投げは通さない、お互い勝てえな。さあお互いチェンジ、噛み合うよ。あ怖いよ、怖いよ。さあさあここで行きたがりが出ちゃったな。さあバレていた。あ、これ完全に対策されてるやつや。見てたのかな。さあここで一本先にリーチをかけたのはタケイ君これはさあメイさん、なんかこのまま散ったらそれはそれで面白いんだけど、まあいつも通りっぽくなっちゃいますけど、ね、何か見せてもらいたいね一回、ね、ちょっとね、もしかしたらね最後かもしれない。そうね、壁ありステージは多分メイさんに部があると思うんですけど、壁なしは完全にタケ君に部がありますね。あらま、次のステージは、ね、どこだろう。さあステージは若干近いステージ勢いがどこかに行った。そんなことない、まだ頑張ってるよこれメイスターなんか勝ちそうな匂いするけど。あ、本当ですか。バレていた。あ、わこつ。バウンドいける。壁運んで熱波かな、タケ君は。お、受け身を取る。暴れヒット。右アッパー、攪拌最大。おお、飛んできた。さあ体力イーブン。あー、あれこれはこれは終わったやつや。さあリーチをかけられた。そう、諦めたら終了だよ。ここでまだわかんない。あ、完全に確定反撃で死んでいる。のびさんの、あ、こっちっていうのがあ、ため息に添えないな。さあ、諦めてなかったけど試合は終了してしまいましたあ、相当メイさん苦手意識あるんだろう ね、あの試合の前のね、感じも、はい、ということで、ここでまた衣装を見せ